オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は大輔先生です。 Bonjour, comment allez-vous? C'est 大輔。お元気ですか？大輔です。早いものであっという間に4月も終わりですね。来週からはゴールデンウィークが始まります。例年だと今年のゴールデンウィークはどこに出かけようかと予定を組んだりしてワクワクしますが、今年はコロナウイルスの影響で外出は控えなければいけないですよね。ただ運動不足の解消のために天気が良ければ3つの密を避けた上でご近所を散歩したりして、ぜひゆっくり過ごしてくださいね。この頃には感染が収まっているといいですよね。さてゴールデンウィークですが、フランス語では何と言うでしょうか？ La Golden Week。 そのままですよね。La semaine d'or とフランス語に訳した言い方も聞いたことはありますが、めったに言いません。そもそもゴールデンウィークは日本固有のものですし、もともとは映画業界の宣伝用語だそうです。ですから、固有名詞であるゴールデンウィークは無理にフランス語に訳さず、そのままラ・ゴールデンウィークと言います。そしてなぜ定冠詞がラと女性形かというと、フランス語にした時に週はラ・スメンと女性名詞だからですね。ちなみに公共放送の NHK ではゴールデンウィークとは言わずに大型連休と言っていますよね。これは放送法で禁止されている公共放送における業界の宣伝に抵触するからだそうです。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は僕、大輔がお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は4月3日にデビューされたキャホリンネ先生をご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。コロナウイルスの収束まであともうしばらくの辛抱ですが、いつか収束したら頑張ったお祝いに自分にご褒美をあげたいですよね。今日は自分にご褒美をあげるという表現をシェアしたいと思います。仏研やデルフの試験に向けて頑張った時や何か目標を達成した時など、自分にご褒美をあげる時に使える表現です。ちなみに僕は自分に甘くていつもご褒美ばかりあげているので、最近はお腹が出てきております。さあ、自分にご褒美をあげます、これをフランス語では一体どのように言うでしょうか？ Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir. 直訳すると、
私は私を喜ばせるです。私のジュ、再起代名詞の私をの形む、作る、するという意味の faire のジュの活用フェ、そして喜びという意味の plaisir の四語です。 se faire plaisir でちょっとした贅沢、楽しみをするという意味で使います。直訳でもすごくイメージしやすいですよね。自分が自分を喜ばせてあげる、まさに自分にご褒美をあげるですよね。自分にご褒美をあげるつもりですという近接未来の形も確認しておきましょう。 Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. 近接未来はそう遠くない未来や確実性の高い未来の時に使う表現ですから、コロナウイルスが収束することを祈って使いましょう。ついでに、自分にご褒美をあげましたという複合過去の形も覚えておきましょう。Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir.Je me suis fait plaisir. 再起代名詞の me の位置が近接未来と複合過去で違いますが、どうしてか気になる人はぜひアンサンブルの先生に聞いてみてくださいね。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録ください。アラカフェットで講師に取り上げてほしいトピックなどあれば、ぜひメールやコメント欄で教えてください。今回のレッスンが役に立った、面白かったという場合は、 YouTube でご覧の方はぜひチャンネル登録もお願いします。それではまた。アビアントー。大輔先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は4月3日に講師デビューされたカロリーヌ先生をご紹介します。フランスの大学で外国語としてのフランス語教授法 FLU の修士号を取得され、2010年以降、フランスはもちろん、イタリアやエジプトといった海外でも長くフランス語を教えてきたカロリーヌ先生は、豊富な知識と経験から生徒様が直面している問題や質問の核心を瞬時に見抜き、テンポよく的確な指導を行います。カロリーヌ先生は明るくポジティブな性格ですので、内容の濃いレッスンを受けながらも楽しく会話が弾み、50分というレッスン時間があっという間に過ぎます。文法、発音、デルフ、ダルフの試験対策も幅広く対応でき、入門者から上級者まで全レベルの生徒様におすすめの講師です。楽
楽しく会話をしながらも多くのことが学べ、高い満足度が得られる、そんなカロリーヌ先生のレッスン、ぜひ一度受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。